just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance. はい、1コード目はこんな感じで組んでみました。最近この買ったトゥデイフルで展示会で動画してたやつが届いたので着てみました。可愛くない？ちょっと裾の部分がこうバルーンっぽく丸っこいフォルムになってて、でこれはユニクロ購入品で紹介したストライプシャツをちょっと斜め掛けしてみました。これなしでも全然なんかモノトーンコーデって感じで可愛いんですけど、ちょっとこうブルーでね夏っぽく差し色を入れてみました。そしてサンダルはウーフォスの B3 すごいカジュアルに、でこっちはねフォルニアの去年のやつかなです。で帽子はねこれは、ラ・メゾン・ド・リリスで去年買ったやつで、今年もねちょっと新しいのオーダーしてて、届いたらまたご紹介するんですけど、可愛くない？ここにこう紐がついてるタイプのやつなんですけど、取ってかぶりました今日は。はい、こちら2コーデ目はこんな感じです。もうザ・私って感じの超好きなファッションなんですけど、ホワイトとベージュで合わせてみました。ツーカラーコーデ。まずですね、こちらのバッグは今季ゲットしました。フォルニアのね、ホワイトのナイロン系のバッグなんですけど、すごい可愛いの。なんかこういうちょっとお月様っぽい形で、ここにこうやってちょっとこう結び目があって、意外と容量が入るからいい。そう、結構やっぱ小さそうに見えてたくさん容量が入るっていうのが使いやすいですよね。やっぱ何にも入らないと本当使えないから。そうね、ホワイトのバッグとこちらのロングジレは去年のやつです。でね、これの下にこちらのコンビネゾンを着ております。こちら5月発売のやつなんですけど、私はねちょっとこうブラトップ合わせで着てるんですけど、なんか後ろにさ、このブラトップだけカラー物とか黄色とか仕込んでこう1枚で着るのもめっちゃ可愛いと思う。いいよね、ストンとした感じのカジュアルな、すごいシンプルな使いやすい。でサンダルはエルメスのサンダルを合わせました、まあ、1枚で着ても可愛いんですけど、今回はジレとの組み合わせで着てみました。白ベージュのコーデになります。はい、3ルック目はこんな感じで着てみました。デニムにカーキにホワイトのスニーカーっていうすごいカジュアルの定番みたいなコーデなんですけど、こちらの上のねトップスはこのタンクトップ、メッシュのねタンクトップとこちらのシャツがセットのやつで、アメリヴィンテージで展示会でオーダーしてたやつです。カーキなんだけどあんまり緑すぎない、ちょっとこうブラウンみもあるカーキだからすごい着やすい色ですね。ザ・緑っていう色が強いとちょっと着づらいんだけど。で、デニムのねスカートは、これはガニーのやつ、これね、シナさんも同じやつ持ってるって言ってた。私がこれを履いていった時に、私もそれ持ってますみたいになって、このね、デニムの色が本当に可愛いよねっていう話になったんですけど、ちょっとね、ヴィンテージっぽいこう主観があるやつで可愛くない？で、ちょっと白のスニーカーとフォルニアの白のバッグを合わせてカジュアルに着てみました。で、ちょっとカラーレッドのサングラス合わせてちょっと決めてみました。大人のなんかなんだろう、サマーモード
なモード味が強い夏服って感じのイメージです。最近はめちゃくちゃカーキブームで環境よく着ております。この上のトップスはベクムの展示会でオーダーしてたやつなんですけど、めちゃくちゃ結構長め、私でもこうお尻が隠れるぐらいの長めで、ね、V が結構深めのざっくりとしたトップスで、私は割とこう曇りの日とかはインナーにねシースルーのトップスとかを着て、まあ、リンセとかいろいろ合わせて着ているんですけど、ちょっと今回はザ夏服で行こうと思ってブラトップと合わせております。でもなんかそんなにねなんかセクシーすぎないヘルシーな肌見せに着れるのが可愛い。でこちらのスカートはフィユで6月発売かなの査定のね、これずっとカーキ本当にずっと着てるんだけど、スウェット合わせとかいろいろカジュアルジャケット合わせとか着たんだけど、まあ夏はこんな感じでね、イソパイとの組み合わせがめちゃくちゃ可愛いんですよ。足元はテバテバのカーキを合わせております。ちょっとねカジュアル、ザカジュアルのなんか王道っていう感じのサンダルなんですけど、こういうねサテンとかのちょっと大人っぽいツヤ感あるアイテムと合わせてちょっとね、着ました。違う雰囲気のものを。このニットがね、すごいね、サマーニットの素材だからね、すごい可愛いんですよ。生地感が、なんかこういう素材じゃなかったら、割とこう夏っぽいというよりなんかこう濃く見えちゃう、ザ・モードって感じに見えちゃうんだけど、ちょっと素材感で、なんかゆるさというか、抜け感を出せるようにね、してみました。5コーデ目のコーデをこんな感じにしてみました。夏ザ・夏コーデ、アメリヴィンテージの展示会でね買ってたやつで、ちょっと前に届いたんだよね。なんでインスタとかにはもうすでに載せてるんですけど、ザ・夏コーデでございます。あの割とこれ1枚で寒い時とかジャケットを着てるんですけど、まあ、夏っぽく着たいなってことでこんな感じで着てみました。サンダルはエルメスのブラウンのサンダルはね合わせております。ラフでバッグがこちらのロンシャンのねバッグを合わせてみました。可愛くない？これもブラウンとなんかね白ので、真っ白じゃないんですよ、このねパイピングのブラウンの感じが好きで。で帽子はこちらね、これねクヌースマーフの展示会にねこの間行った時に、去年の SS のやつがすごいセールですごい破格でさ売ってあって、でちょうど沖縄前だったから、えこれ沖縄にかぶっていけるじゃんみたいな感じで 2,3 千円ぐらいで買いました。かわいい。こっちが前でも着れるんですよ。かわいくない？この紐がついてるの。そんなに頑張って勝負に着てきましたみたいな感じじゃないんだけど、可愛い、ちゃんと可愛いみたいなのがすごいお気に入りです。6ルック目はこんな感じにしてみました。可愛くない？ドカジュアルなコーデなんですけど、いいよね。まずですね、このタンクはアウグリッドでオーダーしてたやつが届いたんで着てみました。かわいい。ここが白とブラウンのバイカラーになってるんです。かわいくない？でこの下のパンツは結構前にね紹介してる、H Beauty and Youth のやつ、カーキのパンツで結構ナイロン系なので、こう歩くとシャカシャカいうタイプのやつです。でスニーカーは最近買ったナイキのスニーカーの白をね合わせてみました。でピンクのバッグはねこちらね、去年かな、去年ぐらいに買ったのかな、ラストフレームのバッグなんですけど、ね、すっごいこれ容量入るの。あと汚れたら洗えるので、子供とかがねいる、あのお子さんがいらっしゃる方でもすごい使いやすいと思います。形がね絶対崩れないの、いいよね。ドカジュアルでゆるく痛い日
コーデかなと思います。I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap. 7ルック目最後のコーデはこんな感じにしてみました。ピンキーファッションなんですけど、かわいいよね。デニムにピンク合わせで、すごいカジュアルな、もう春夏っぽいコーデにしてみました。その上のシャツはアンクリットで、結構大きめ、お尻も全然がっつり隠れるし、結構オーバーサイズでめちゃくちゃ着やすいです。で、ピンクのバックアラストフレームね。でこのデニムは、ベックムのデニムで、サンダルはエルメスのブラウンのねサンダルを履いてます。でこのね上の T シャツは、ミラーっていう、結構いろんなブランド、アメリとかいろんなブランドがコラボしてるね。去年めっちゃコラボしてたブランドさんで、結構ね、ZOZO で買えるプチプラ系のブランドなんですけど、可愛くない？ボーダーなんですよ、実は。ブラウンと黒の。もうちょっとね、ザ・真夏になったらね、アメスリのタンクとかでも可愛いかなと思います。はい、ということで、最近の私服ルックブックを撮ってみましたが、いかがでしたでしょうか？これから夏服買おうとかなって思ってる方とかに参考になったら嬉しいです。はい、それでは最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。